4作品目は、関根元次様の富士山頂に沈む月と昇る月です。おめでとうございます。それでは動画をご覧ください。ここで受賞者の関根様より受賞の感想をいただいております。本日ご参加ができないということで代読をさせていただきます。2007年、富士山に魅了されて山梨県の忍野村へ移住し、日々富士山の撮影を楽しんでおり、中でも月や星に魅了され、ライフワークとして取り組み、早17年経ちました。今回、富士山頂に沈む月は、山梨県山中湖の湖畔から、登山者の背景に月が沈む位置を調べ、肉眼では見られない光景を撮影しました。昇る月は山梨県南部町宇都船の山林から山頂に立つ観測所跡のレーダードームをイメージして、月が昇る位置を決め撮影しています。富士山の後ろから昇る月はいつも感動しながらの撮影でした。2000ミリを超えてくると、周りで歩く振動で出れます。今回の賞は、これからの撮影にとても励みになりました。ありがとうございました。というメッセージをいただきました。関根様、ありがとうございました。では、今回の作品につきまして、審査員のあやね様、ご好評をお願いします。はい。今回、初めてここまで富士山と月が近い映像を見させていただいてすごく驚きました。今まで富士山と例えば桜だったり富士山と紅葉、富士山と天の川とかいろいろな作品を見たことがあるんですけど、ここまで月にフォーカスした富士山の写真とか映像を見るのは初めてで、おそらく何ミリ、多分すごい大きいレンズを使われて撮影してるのかなと思って、多分600ミリじゃ多分足りなさそうなので、600ミリにテレコンって言われるまた別のかませなきゃいけないものをつけてて、かつそんだけ大きいレンズをつけると多分風がちょっと吹くだけでブレちゃうので、相当しっかりした三脚を使われてて、かつその周りの人が歩いたらブレちゃうと言われてたので、周りに誰もいない状況下で、かつ無風で、かつあんだけ雲がない状況っていうのを多分相当数狙われてやっと当てた2カットだったんじゃないかなっていう風に、撮影者の方の努力が相当感じられる動画になってました。でこの動画を見た時に、私もこの下から月と富士山が重なってる映像を見たいっていうものと、
あとあれだけ富士山に山頂に登られてる方もはっきりと見えてたので、あ、富士山に登ってみたいなっていう、こう2つの感想が生まれる作品になってるのかなっていうふうに思いました。もう多分これはよっぽど富士山と月が好きな方じゃないと撮れない作品になってると思うので、これからもたくさんこういったもう本当に好きがもう積み上がってる人じゃないと撮れないような作品をどんどん撮影していただけると嬉しいです。以上です。あやね様、ありがとうございました。いや、私は生まれて初めてこんなにも生き生きとしたお月様を見ることができました。すごく感動しました。ありがとうございます。